はい。すいません、皆さん。えー、お待たせいたしました。ほんと失礼をいたしました。えー、聞いていただいている方いらっしゃいますでしょうか。ほんとすいません。もうね。ふふふ。えー、マシントラブルにより何週遅れのスタートになったんでしょうか。えー、ほんとにすいませんでした。ちょっと、 えー、来られる方をね、ちょっと待ちたいと思います。えー、すいません。ね、せっかく78に入っていただいてたんですけれども、ねー、なかなか、ちょっと久々に、あのー、いつもね、日光ニ,ニコ生放送公式の配信ソフトを使ってお送りしてるんですけれども、 なかなかそれが立ち上がりませんでした。<laughs> うん、ちょっとパソコンもね、だんだん年季も入ってきてますので、ちょっと配信のパソコンをどうしようかなと、ちょっと思い始めております。うん、まあ この後ね、いろいろとちょっとまた考えようかなとは思ってるんですけれどもねえ、なかなかねえ、ちょっとまあ、過去にもね、たまにこう、機材の配信トラブルで、なかなか放送が開始できないっていうことは、うん、あったんですけれどね、まあ、とは言ってもね、なかなかこう、ね、最近やっぱりニコニコ生放送でね、聞かれる方っていうのもだんだんと少なくなってきてますんでね、うん。 だから、できる限り、あのー、ちゃんと時間にはね、しっかりと間に合わせたいなといつも思っているんです。ただ、今回は、うーん、まあ、間に合う前に機材が、もうあの、ICU を変えなければいけないとか、ギアがスタックしたとか、そんなことになってしまったようなものなので、うーん、こればっかりは、あ こんばんは、すいません。もうあの、また20分ほど遅れてのスタートで、本当にすいません。もうあ、また改めて入ってきていただいてありがとうございます。あの、ちょっと遅れてのスタートになるので、やっぱ、あの、気づいた人がね、ちょっとまた入ってきてもらえるように、ちょっと、えー、放送の開始、もう、 ありがとうございます。もう2、3分ほど、えー、待ってからスタートしたいと思います。まあ、素人配信ですんで、どうしてもね、まあ、こういうことは、ね、放送事故じゃないですけど、まあ、怒らない方がいいんですけれども、まあ、怒ら、怒る場合もあるということで、すいませんが、ご了承いただければと思います。あ、ヨーロッパの話します あ、ヨーロッパの話より日本の話しましょう、それだったら。やっぱりね、あのー、僕個人的に、あのー、日本の話をしたいと思います。本当、出身地が同じ、福住2例をずっと僕応援してるんですよ。やっぱり、なかなかね、あのー、えー、同じ出身地から、 モータースポーツを志す選手が現れるっていう経験が今までなかったですから、えー、初優勝ですよまあ GT ではね買ったことはあるんですけどやっぱり僕どちらかというとやっぱオープンホイールーをチェックしてるのでやっぱりこうスーパーフォーミュラーは毎回、えー、できる限りあの配信バイタでチェックさせていただいてるんですけれどもやっとこさっすよねも,もうヨーロッパから物をついた時にね早くもっともっと早く 勝てる実力は持ってたと思ってましたけれども、まあ、巡り合わせとかね、いろいろとありましたから。えー、何せね、あのー、まあ、僕、まあ、今別の県住んでるんですけど、もともとは徳島県出身で、えー、あのー、すごい、徳島の中でも、まあ、田舎ですよ、石井町っていうね、まあ、田舎っていうか、まあ、ベッドタウンと言ってもいいかな。あのー そんなところの出身でね、あの、かなり、あの、お寺さんのお子さんということで、まあ、お金はあったんでしょうけれども、まあ、とはいえ、なかなか人口の少ないところからしかもね、うん、あの、まあ、サーキットが、サーキットやカート場がないことはないんですけれど、うん、あのー、同郷の選手、同郷というか、同じ出身地の選手としては、ね、 なかなか、こう、ね。だって、もし、もしね、また世界に再び出ていった、まあ世界に再び出ていったとして、ね、あの、まあ、ヨーロッパじゃなくたとしても、アメリカっていうのは、ね、ある程度遅くても、デビューできますから、例えば、ね、あの、えぇ、ー、F1 行ってるツノだが、相模原ジャパンと書かれるように、 えーね、え石,あの石井町なんで、石井なのか、徳島県としての徳島なのか、石井町としての石井なのか分かりませんけど、ね、石井ジャパンとかね書かれたら、それは嬉しいですよ。こっちにしてもね。もうでき、なちょっと、ねもうちょっとこう、もうまだヨーロッパに出ていけるチャンス、ヨーロッパじゃなくても、アメリカに、ねアメリカであれば十分、まだまだ、 まあ、デビューできるチャンスはありますから。ねちょっと、たくまの光景、そ、ねえ、たくまが元気すぎる、元気すぎる44歳な状況なのであれですけど、そろそろね、誰か行ってほしいなとは思ってますよ、本当ね。例えば、いきなりね、ホンダの後押しがあったとしてもいきないと、部チームじゃなくてもいいでしょう。ね本ホンダの搭載チームなんぼでも。 あるわけですから。そう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 。そうなんですよ。だから本当にね、あの、なかなか日本、どうしてもね、あの、モテギがやってた頃はどうしても、ね、そうなんですよ。だからモテギやってた頃は、やっぱりね、松浦さん、松浦選手とか元選手とかね、どんどん出てましたから、やっぱり代わりに拓馬が来て、ね、もう十 二三年。そうですね。まあ、確かに。うん。今んところね、あの、アンドレッティ系のチームが一番ですから。うん。そっ、ね一回ね、あの、一回ね、うん。あれは、平川が乗ったのかな、確か。 ただ、テストでね、一回乗ったことがあるんですけれど、ただまあ、それも、ねえ、まあまあ、どちらかというと、ホンダ系じゃないチームで日本に乗ってますから、ね、そこはね、ねデイルコインは、もうそのテストを受けた時もホンダだったので、それでも超法規的措置なような気もしましたけれど、ねえなかなかそのテストを受けただけで終わりましたから、誰か言ってほしいな、本当に。まあ、ねえ、うん、ね、本当に、 誰か目指してほしい気がします。本当に。あの、ね本当そろそろたくまに続いてほしいドライバー、日本人ドライバー出てほしいところです、本当ね、うん。そうそう、それでもいいんですよ。ね。非本田系ドライバー、しぼれっていうのがありますから、選択肢として。ねそうなんですよ。だから、それは本当ね、うん、思っています、僕は。 日本ドライバーがもっとね、行ってほしいなという感じがします。さあ、ということで、じゃあ、そろそろお話しさせてもらいましょうか。ちょっと11時になりましたんで、はい。すいません、もう本当ね、えー、<laughs> <ね>え <laughs> 誰とは言わないけどね、そうですね、はい。あのー、ね、はい。 さあ、それでは、振り返っていきましょう。えー、今回ですね、ロードアメリカ。あの、ほんとね、ロードアメリカまあ、過去僕もロードアメリカのレースは何回も見てきましたけれど、バトル多かったですよね、今回ね。本当にバトルは多かった。あーまあ、今回、割と、イエローがね、たくさん出たでしょ。 あの、イエローが出ないと本当に単調なレースで終わるっていう年もね、あの、やっぱりあるんですよ。まあ、ロードコース、アメリカのロードコースは、ね、風光明媚で高低差もあって、うん、路面の幅も細くて、だからミスも起きたりするっていう場合もたくさんあるんですけれど、静かな時は本当に静かでした。そうです。だから、割と本当に、 あのー、日本経由、まあ <laughs>、ね、そうなんですよそうリスタート、まあ、最初のスタートだけちょっと混乱があったりしてそこでもイエローが出なかったらあとはなんかちょっとこうピットタイミングピット作戦をずらしたドライバーだけがポッと前に行ってみたいなことがね起きたりしてたわけですよ。それぐらいですよほんとね、うん ま、それすらもできないような、こう、もう決まりの作戦しか取れないようなレースにもなったりする場合もありますしね。はい。まあ、ということで、やっぱり大きかったのは、今回、うんあの、ジミー・ジョンソン、えー、エリクソン、マグヌッセン、えー、それから、エド・ジョーンズか。まあ、マグヌッセンはトラブル、マグヌスセンとか、エド・ジョーンズはトラブルだったんですけど、結局、イエローが4回も出たんですよね。ね。 ですんで、それがすごい、やっぱり、レースを面白くしてくれましたよね。で、しかもその詰まったところで <laughs>、リスタートの直後に <laughs>、本当に抜けて抜かれす。まあ、リスタートしてからも、ある程度隊列が整ってきてからも、こう、レッドとブラックのタイヤの、えー、どこで使うかっていう誓いと、えー、それから、 えー、どうしてもこうリスタートまあ、とは言ってもイエローからしばらくしてもやっぱり通常のグリーンでずっと進むレースよりは間隔が短いですから、うん、タイヤの温まり具合でこう勢いを持ったドライバーが仕掛けたりするっていうことが起こったりしたのでそれは非常に面白かったですよね本当ねまあ結局結果的に言うと前回の えとデトロイトほどはレッドとブラックの,す、ね、あのもちろん温まり方のキャラクターの違いというのはあったんですけれどレッドが全然か、ね、っていうとそうじゃなかったような気もします、はい、そうですね17番さん、そうあのインディーカーでハースマグロ復活、えーマグ,ヌスね、グロージャンはえあのほぼレギュラーって感じですけどね今回、えー、ローゼンクビストの代役で、えー、乗ったのがケビン・マグヌースセンだったということで ね、マグヌーセンは、まあ、事実上、マクラーレン復帰、一戦だけですけど、復帰っていう形にもなりましたからね、ここら辺でも注目が高まったと思います。ただ、やはりなかなかマシンにね、慣れていない状況で、えー、予選は位に沈みましたが、まあ、見せ場作ってくれました。あの、ちょうどまあ、タクマもそうだったんですけど、まあ、後ろのこのイエローとかの作戦とかがあって、で、しかもこのイエローが、 微妙なところで出るんですよ。あの、ちょうどこう、ね、もともと想定していたスティントの中では、帯に短し、助けに流しっていうタイミングで何回もイエローが出たんで、それでね、こう、何人かギャンブルに出るドライバーがいたりしたじゃないですか。で、最初の方では、そのクマと、あれ、う、えーん、 あの時に、あれは JJ だったのかなうん。JJ のビあの家の時でしたっけ結局、あの時に、タクマと、あの、マグヌッセンだけが残、マグヌス戦か。そうですね。マグヌッセンだけが残って。で、まあ、その荷台が、えー、結果的に前を走るという場面があったりしました。で、結構こう、 ー、マシーンも掴んできてなんか楽しげに走ってるような感じがしたところでの、エンジン終了でしたよね、マグノスではね。まあ多分、まあ今、今年はあの、えー、ガナッシュから、えー、イムス走ってるんですよ。まあ、は、まあいわゆるスポーツカーっていうやつですね。ただこれを見てると、ただあの、まあ、 ちょっとインディーカーの席が見つからなかったからっていう感じで、感じのように撮れましたし、あの実はインディー500もあの、どこか乗れる席ありませんかって、こうあの、なんか、乗ろうとして、乗ろうとしてたけど、シートにありつけなかったっていう感じ、えー、っていうニュースをちらっと見たりしましたので、まあ、ちょっとこう、来年以降のこう足がかりをこのレースで、 まあ掴んだんじゃないかなというふうには、えー、思っております。はいでまあ、結局、そのレースの中では、んまあ、タクマンとか、ね、こうピットタイミングをずらしたドライバーが、まあ、見せ場を作ったりしたんですけれど、まあ、結果的にこうギャンブルがそのタクマンに関してもギャンブルがね 大成功したかっていうと、まあ、そうではなかった感じがしますね。うん。ただ、あの、その後のイエローが、まあ、大成功じゃなかったけど、予選順位から考えたら成功の、成功に値する結果ではあったとは思いますね。えー、あの、8位フィニッシュ。うん。うん、多分最後の、のエド・ジョーンズの、まあ、エド・ジョーンズのイエローがなかったら、多分12、3番で終わってったんじゃなかったかな。確か。 えーまあ、それでも予選ポジションから考えたら、まあ、多少は上げ,て上,げ上げてのフィニッシュってことにはなったと思うんですけれど、うん、その最後のエド・ジョーンズのイエローで、うん、差が詰まったおかげで、えー、デッドタイヤの性能をしかもブラックタイヤ勢が引いている中で発揮することができたとこれに関してはすごいラッキーだったですよね、はいまあ、そのおかげで最終的に8フィニッシュを。 することとができたとであの実は最後の最後でタクマと同じ作戦をとったドライバーにあのマックス・チルトがいたんですよ。うん、あの最初のステイアウトはチルトの選択してないんですけどその、えー、最終のピットストップを1、まあ、回増やしてでもこうフレッシュタイヤで行こうとした行こうとしてタクマと同じタイミングで マックス・チルトン入ってて多分最初のうちはチルトンの方が前だったはずなんですけどただチルトンはブラックタイを履いてたんですよねえー、そうでしたチルトンもラップリード取ってましただからチルトンはタックマの最初の方はタックマと違う作戦取ってたんですけど途中からこれタックマの作戦取ったらじゃギャンブルできるんじゃないかって言ってタックマのと同じ作戦に 乗っかったような感じだったんですけど、その最後のスティン、最後のピットストップで、チルトンはブラックを履いちゃったんですよね。だから、タクマほどは順位をゲインすることができなかったんですよね、あれね。ちょっと、タクマよりもおろ多分10位前後でのフィニッシュだったと思うんですけど、うん。そこで、タクマがレッド、えー、チルトンがブラックを選んだことで、ちょっとそこは2人にとっては明暗が分かれたかなと思います。それからもう一つ、 うんその一つ前かな、えー、とマグヌーセンのストップの時に大体のドライバーはステイアウトしたんですけどそこからそこでピットラストピットにしようとしたドライバーが何台かいましたよね。<laughs> ねあのケビン えー、ケビンじゃない、えー、とコナー,デイリーか・コナーデイリーとか、えー、あとは、えー、あとはどこあの、あの人、あの選手、あの選手えー、ジャック・ハーベーとか、うん、あと、今回、えー、トレーニング中の経験でかけ欠場したビッケイの代わりに乗った、オリバー・スキューとかですね。うん、うん 20さんマニアックですね。ちょっとまたこれ、後で振りましょう。その、アスキューと、あともう1台ぐらいいたのかな。ただ、目だったのは、その、アスキューと、それからデイリーと、えー、ジャック・ハーベイだったんですけど、あの、途中からもう、で、結局、そう、途中でイエローがまだ出るかもしれんっていうことで、うん、そこでラストピットに、 かけたドライバーはそれもギャンブルだったんですけど、結局、なかなかイエローは出ずに、うーんハーベイとデイリーはズルズルと、えー、交代して生かされ終えなかった。燃費をもう薄く薄くしたので。で、アスキューはギリギリまでレーススピードで走って、もうダメだったらスパンとピット、もう一回ピットに入ろうと思って、 入った直後のエド・ジョーンズだったんですよね。だから、どうなんだろう。タイミング、もう一周、後で入ってたらどう、どうだったんだろう。あの、ピット、クローズの、と、うん、クローズのタイミングとどこう、なんというか、もどかしいな。<laughs> 本当に <laughs>。ねえ。惜しかった。 アスキュー惜しかったです。僕もあの、実は、あの時、うーん、これは、あの、その二人が、デイリーとハーベイがずるずる下がっていく中で、アスキューがレース,スペースで走ってたじゃないですか。だから、アスキューが、もう、これは、自分でもう、あの、二人と違って、燃料が持つから、走って、ああレーススピードで走ってるんじゃないか。ちょっとこう、少しずつ、 うーんその後ろのサートは詰まってきてたけど、うーん、アスキューは最後まで持っちゃうんじゃないかっていう風に思,う思ったんですよ、一瞬ね。あの、もう中継とかではアス,アスキューは絶対持たないだろうみたいな前提でやってましたけど、これ僕、他の2台との違いを考えると、アスキュー持っちゃうんじゃないかって、 一瞬思ったりもねしたんですけど結局アスキーはダメだったという <laughs> アスキーはダメだったんですけどただエド・ジョーンズのタイミングがもうちょっとだけもうちょっとだけ早ければねえ代役が勝つっていうことがあったかもしれないまあそれも本当にねタイミングですよね うん。はい。さあ、そ、まあ、それ、そこ、このラストの、えー、ピットあ、ごめんなさい、ラストの、うん、イエローで、またペンスキーは、勝利が逃げていったと、いうことで。で、デトロイトの戦もそうですし、今回もそうですよ。 ギア,あのー、ギアトラブルだったようなんですけれど、あのニューガーデンね、ずっとこうニューガーデン、ニューガーデンね、あのー、<laughs> ニューガーデン、ね、咲いたらプリード取って、で、ね後ろにねパロがいましたけれど、 パローも、なかなかこう、抜こうとするところまでも、抜こうとするところまではいけなかった。後ろにはずっとね、ついてたんですけれど、こう、あ !25 話さんすいません。あのー、ちょっと機材トラブルで、えー、ごめんなさい。あのー、50分に、えー、10時、あ、10時50分に改めて開始をしましたので、えー、すいませんでした。今、えー、改めて放送しておりますので、えー、また、 ああよければタイムシフトとか、それから、えー、YouTube にも上げますので、あの、アーカイブですね、えー、こちらの方で、なるトラと検索していただければと思います。ありがとうございます。ねえ、3戦連続、今度こそ、フェンスキー初勝利か、今度こそ、今度こそ、ダメー、ダメー、ダメ,ダメみたいなね。いや本ほん とね、残念でしたね、またですよあの。レースの前半のあたりで若干、ニエンガーデンにギアのトラブルがあるっていう情報が入ってきてたらしいんですけど、ただ、えー、その後レース終盤までは何事もなく展開していってたんですよね。で 結局やっぱり、すべてはイエロー語だったと。ね。だから、こう、イエロー語に、イエロー、イ,イエローで、こう、あの、低いギアでずっと走っていたことで、何かがおかしくなったんじゃないかなというのが、ね。ありますよ。ほんとね。はい。それは思います。ほんとに。ね。 そのおかげで、そのおかげで、漁夫の乗りでしたね、パロはね。はい。ねいやー、でもほんとね、ね呪いですよね。ほんとに、あの、俺たちです。<laughs> あの、あの、わからない方にお伝えすると、あのー、F1 の方で、ね、こう、 マネージメントとかピット作戦とかでやらかして優勝を逃すっていう状態をよく俺たちのフェラーリっていう風にね、読んだりするわけですけれど。えー、そんな状態ですよ。トラブルが起きる、えー、ピット作戦、ピット作戦というかこう、あの、ストラテジーで最後逆転される。で、今回もトラブル。ねえ。 やっぱり,、まあやっぱりね、今のロジャー・ペンスキーはあーインディーカーシリーズという組織自体の長そしてインディアナポイスモータースピードウェイの長になりましたから基本的にチームからは離れてますですのでやっぱりなんか精神的支柱が いなくなったっていう状態なのかもしれませんねそう思いますはいということでえー、結果的にパロが勝ったということでねいやパロここの段階でまだここの段階でまだという言い方したらダメですねここの段階で堂々のランキングトップですよ パローすごいね。あの、デイルコインからのステップアップっていうのは、実はあの、デイルコインでデビュー、1年でガナッシステップアップっていうのは、今あの、デイルコインに戻ってきたエド・ジョーンズと経歴一緒なんですけど、えー、エド・ジョーンズが結局、表彰台は乗れたのかなそれぐらいの結果で1年で放出されたのと違って、 パローは本当に大活躍です。もうここ、ここまでね、あの、ディクソン、ディフェンディングチャンピオンであるディクソンを向こうに回しての大活躍をしています。これは本当に今年はなんか歴史が変わるシーズンを見てるんじゃないかなと。その、パトリッシュ・オワードとのね、ランキング争いもそうですけど、やっぱりこう、若手、 そしてディクソン以外、まあえー、フランキッティが引退して以来ディクソン以外のドライバーがなかなか活躍できなかったガナしシていう状況,の状況で30番さん、ありがとうございます,そうです、ね、ディクソンより早くシーズン2勝目を取ったチームメイトはそうダリオ以来なんですよねだから、まあ、あのディクソン、ダリオのコンビも長かったですけれど そこからなかなかね、まあ、カナーン以降、ね、固定できていなかった、この、えー、ガナシの二人目が、本当に、ね、毎年どちらか、もしかしたら、こう、世代交代の波がね、来るかもしれません。本当に、ね、残念ながら、あの、トロントが、トロント中心の代替イベントがないということで、え々、ー、もともとの、 シーズンからシーズンスケジュールからは、えー、1戦、レース数が減りました16戦で行われますのでその分も、ね、加味しないと考えないといけませんけれどももうここで、えー、9戦終わりましたから12 13 15残り7戦です、ここでね残り7戦、ここからどういうふうなシーズンが展開していくかが非常に楽しみな今シーズンになっているんじゃないかなと。 思います、はいまあねあのコメントでも二十松さんがおっしゃっていたのでちょっとここでコーディウェアを触れましょうあのー、僕も正直ねさっきもお伝えした通り箱車とかはあんまり見てないので、えー、当然ながらナスカもあんまり見てませんで元々もともと インディ500に参戦しようとして、資金が足りなくて、参戦を取りやめたんですよね、コディウェアって。で、あの、今年、あのー、昨年のパロード組んだチーム GO の代わりに、えー、リックウェアレーシングっていうチームとデイルコインがジョイントする形で、えー、グロージャーを乗せてるんですけど、その、リックウェアっていう、こう、ょうまぁ、あ、デイルコイン、 からら見たら共同オーナーナっていう感じになるんですけどそのリックウェアの息子さんらしいですね。で、あのー、まあだ、基本的にはナスカでずっとステップアップしてきて、今年は、えー、カップシリーズにフル参戦してるんですけれど、商店街なんですよね。 あのなぜかこう、僕もこれ、ウィキペディア法なんですけどあの、点数が与えられていないドライバーという扱いのようです。はい、はいいまあ、そんな、ね、あのコーディウェアが今回、えー、乗りまして、確かにあの JJ よりはしっかりとロードコースを走れてたんじゃないかな、やっぱそこは若いからじゃないかなとは思いますけれど。えー ね、デビューレースをここで選んだ、えー、ね、コディウェアも見事に同一周回で完走を果たしております。はい。ということで、まあちょっとね、さみだれ式にお伝えしましたけれど、えー、最初のうちのね、たくまの話も入,入れましたけれど、まあすごい今、やっぱり、ちょっとこう、 あー、ははははだから、あれですね。あの、ロードアメリカは2週連続で、まあ、ビッグレースが行われたと。で、サポートレースもたくさんあったと。<laughs> いうことですね。<laughs> えー、多分ロードアメリカ周辺の人は本当楽しんで、2、ね、この2週を楽しんだんじゃないかなと思います。はい。 情報ありがとうございます。まあ、ということでね、まあ、ちょっと、えー、レイホールの、そうですね、あのーまあ、だん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 、ね、ヨーロッパもアメリカも、これはあくまで、ね、ワクチンをみんな普及してるから、うんうん、ああいう状態っていう状況なんですよね。だから、ね、うん、あのー、 ひどかったから、もう前らも、セナン、国が死ぬぞって言って、こう、消しかけられて、体制整えてやってますからね。だから、うん、こう、ビヨーンとこう、短い間隔の山となだらかな丘みたいな、日本みたいな感じなんで、こればっかりは、どっちがいいか悪いかっていうのは全く言えませんけれど、まあ、だから、接種が進んでるから、うんある程度、人も戻、お客さんも戻ってきてると。お いうことです、はいまあ、その辺りはうん状況の違い、文化の違いも考えなきゃいけないので肘がい動どっちがっていうのはここではもん別の問題なので言いませんけれどちょっとずつお客さん戻ってきてますね。はい、そんな感じがします。さあということでちょっと時間もねあの、だいぶ今日は遅めのスタートになりましたんで遅くなりましたんで、えー、最後に勝手に参章をお伝えしたいと思います。まず主勲章 最近ね、あの、優勝者がや、どうしてもやっぱり優勝者を四勲章にしないといけないような展開。例えば、まあ、ルーキーで初めて表彰台に乗ったとか、若いドライ、あの、あの、こう、順位が低いチームで、えー、上位に行ったとかっていうのがあんまりないので、まあ、今回も、あの、パロが、やっぱ優勝したパローが四勲章ということになりました。はい。そして、え技能章。技能章は、 グロージャンです。あのー、まあ、他の、もちろん他のドライバーもアグレッシブにね、抜き、あの、オーバーテイクシーンがたくさんあったんですけど、特に、あのー、アグレッシブだ、アグレッシブな抜き方をしていったのは、あのー、グロージャンだったと思いますんでね。やっぱり、あの、中継、の CS の中継中でも、こりゃ、目つけられるよ、みたいなね、ことを、 言ってましたけれど、まさにその通りでね。ええー。まあ、楽しい。本当に、あの、去年ね、あんな怪我、死にかける怪我をしたとは思えない、あの、抜き方ね。<laughs> 多分インディーカー向きだと思います、本当に。ねあの、フル参戦ができない、できないという条件だったから、デールコインでデビューしたっていうところはあるので、これは、まあ、ねえ、 グロージャンがどういう風なこうインディーカーでキャリアを歩んでいくか分かりませんけど、ね、こうやってたまに表彰台に乗るようなチームでずっとやるのか、トップ、フル参戦できるのであればトップチームの席を狙うのか分かりませんけれど、非常にインディーカーを楽しんでいるなっていうのはよく分かりましたよね。ね本当に。<laughs> これ、多分逆に言うと、 これで認められたんじゃ、本当に認められる度がかなりガクンと上がったんじゃないかなとさらにね、思いますよ。ね、本当に。ね、ファイター、本当ファイターです。あの、と思います。はい。ね、今年のはゲートウェイ走りますから、えー、グロージャンもね、そこは楽しみにしたいと思います。で、関東省にタクマを持っていきたいと思います。やっぱりビゲスト、今回ビゲストムーバーでしたからね。まあ、 ニューガーまあ、あんな、ね、負け方したニューガーデンでもいいかなとも思ったんですけどなんとか早く予選を、ね、よくしてあげたいもっと伸び伸びとタク磨には今シーズン走らせてあげたいだからなんというかなんとかこう拓磨自身のなんというか 致命的なミスもちろんミスはあるんですよ、今回もね。あのデイリーとぶつかって、ちょっとガムテ作戦になりましたから、あのミスがないわけじゃないんですけど、致命的なミスがないんですよ。で、しかもそこからカバーリングしてなんとかできる限りの順位を取ろうとして、ちゃんと完走してるっていうのがあるので、うん、本当にね。 予選,予選をもっと前でスタートさせてあげたいと思います、本当ねはね、い。そういうふうなことを思いましたね。はい、さあ、ということで、えー、次回は、えー、7月の第1週、またまた今度は、えー、ロードコースになります。そうなんです、ロードコースです。ねえー、このロードアメリカから、 ね、次のレースもロードコースですから。ですので、そのままね、まあ、同じような感覚で、えー、次にね、まあ、中一周開けて、えーで、放送時間も多分ほぼ同じ時間からのスタートになると思いますので、えー、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。で次、ね、次は、ね、次もね、ロードコースですから、 で、そこからさらに、えー、1ヶ月空けて、ストリート。っていう風な、ね、初開催の、ナッシュビル、ストリートコースですからね。で、次、次のミドーハイオは、そっか、ミドーハイオ、ミドウハイオは去年ダブルヘッダーでやってるんですね。あ去年はパワーとハーダが勝ってますね。はい。ね、また、またまた不光明媚な、 えー、ロードコースになりますのでぜひぜひね、えー、アメリカンロードでロードコースレースを楽しみにしていただければと思いますということで、えー、それではこのあたりで今日の放送は終わりにしたいと思いますまた、えー、近いですので7月の4日の深夜 えー、未同配慮でお耳にかかりたいと思います。今日は、あの、すいません。あの、放送時間遅くなりまして、えー、失礼いたしました。えー、ありがとうございます。あの、また、えー、聞き逃した方は、えー、タイムシフトとか、それから YouTube、えー、こちらでもナルトラのアカウントで作っておりますので、こちらの、えー、アーカイブの方をお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、えー、今日はこの辺でお別れです。ありがとうございました。